とうまくターンした。佐々木大樹、左足切り返す、シュート、決めた。佐々木大樹勝ち越しゴール、2対1。鮮やかな切り返しから見事ゴールを奪いました。ルヴァンカップのゴールについて、このリーグ戦でもゴール、このターンから運んで切り返して最後フィニッシュ。